東京ドームからお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの12回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね。やはりそういった バッターボックスには3番平良。ジャイアンツ同点のランナーが出ています。マウンド上のピッチャーは安原、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをジャイアンツ打線引っ張った、取った、二塁送球、セカンドフォースアウト。打席には3番バッター平良。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。ナイスボール。アウトコースのストレート、力があります。あっという間に見逃し三振、スリーアウトチェンジ。今日はコントロールに苦しんでいます。6回の裏、ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンアップから始まります。平良バッターボックスに入ります。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。先ほどはちょっと消極的だったかもしれませんよね。はい、今度は思い切っていってほしいですよね。そうですね。ジャイアンツ点差が離された6回の攻撃です。赤星さん、ここは塁に出てつなぎたいところですよね。そうですね、この点差なのでこの回は大事に攻めていきたいですよね。確かにその通りですね。北条掴んでワンアウトです。バッターボックスには3番平良。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。打ちました。伸びていく外野、大きな打球になった。右中間破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで5試合連続安打。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。ジャイアンツは東京ドームからお伝えしてまいります。クリーンアップが登場します。バッター平良、ツーアウトランナーありません。今日の先発ピッチャーは才木、ここまで5勝をマークしています。引っ張った、これはどうか、一二塁間を破る。これで6試合連続安打。ツーアウトランナー1。3番バッター平良、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを引っ張った、ファーストを取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。5回の裏、ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンアップから始まります。バッターは平良、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。打ちました、金丸、これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは3番平良。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ツーアウトになっています。打った、北条掴んで一塁アウトでスリーアウトチェンジです。バッターボックス平良、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。ファウルになります。
まあ、キャッチャースローイングがうまいので。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、走塁成功です。見事に盗塁を決めた場面です。そうですね、いい走塁でしたね。いや、この盗塁は痛いですね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。全くその通りですね。バッターボックスの平、今シーズン得点圏での打率、手が出ません、三振。攻めきれます。ジャイアンツが見事勝利を収めました。里崎さん、非常にいい具合に流れに。東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦読み。バッターは3番の平。昨日はマルチ安打を記録しています。フォアボールのランナーが出て打ちました、取った、二塁を送ります。二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わって、バッターは3番平。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ジャイアンツホームランで得点を挙げています。赤星さん、ここは追い上げたいですね。そうですね、ここはとにかくつなぐ意識を持って打席に入ってほしいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。よく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール、打ちました、これもいったか、伸びていく、どうだ、入りました、ホームラン、同点のソロホームランです、ジャイアンツ。これで2者連続のホームラン、同点に追いつきました、ジャイアンツ2対2。さすがクリーンアップという一発でした。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。2球目は何で来るか。インサイド、打球はセンターへ、この打球はフライになっています。センターが取りました。8回、さあマウンドに上がったのは成田。今シーズン30試合目の登板です。昨日今日と連投ということになりました。さて、バッターボックスの平、バッターとしてはどういう特徴がありますか。引っ張った、ライン際、打球が伸びる、ここは打ち上げています。ライトが取りました。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。よく晴れた天気になりました横浜スタジアムです。3番バッター平、昨日のゲームは見事なホームランを放ちました。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。ワンアウトランナー一塁です。先発ピッチャー京山、そしてキャッチャーは前川。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバット打ちました、センターに抜ける、これで8試合連続安打、ワンアウトランナー。打順は3番平、
まあ、ここはさっき打たれたシュートの使い方には注意したいですね。うん、そうですね。そういったポイントを抑えた配球になっていく。インサイド落ちました。打球は切れてスタート。切りました。ファールボールです。ご注意ください。緩いボールを持ってきました。さあ3球目は何か。低めに外れてボール。大きな打球になった。センター下がっていく、下がっていく。センターオーバー。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。打席には3番バッター平。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。フォアボールのランナーが出ています。おっと、空振り。真ん中でした。次が3球目。インサイド打ち上げました。ライトへ打球伸びる。梶谷が抑えて3アウトチェンジです。バッターボックスには3番平。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席あわやというような大きい当たりでした。引っ張った。弾き返した打球はライトへ。最後はライトフライ。掴んで3アウトです。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど、逃げると逆にやられますから、強気で攻めるピッチングでいいと思いますね。なるほど、そうですか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。まあ、ピッチャー牽制がうまいですから、ランナーはやりにくいでしょうね。インサイド、打球はライトへ。しかしこれはスタンドには届かないか。ライトが取りました。2アウトです。3番バッター平。ベイスターズ継投策が裏目に出たか。この回勝ち越しを許しています。空振り。ファーストが取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。 DeNA ベイスターズ痛い敗戦となってしまいました。赤星さん、照明に火が灯りました。ナイトゲームの横浜スタジアムです。バッターボックスは3番平。昨日のゲームでマルチ安打を記録しています。フォアボールのランナーが出ています。引っ張った。さあどうだ。ライト線フェアです。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで9試合連続安打。バッターボックスは3番平。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。フォアボールのランナーが出ています。これが2球目。これはバットが泳ぎます。ボールになります。打ちました。弾き返した打球は左中間へ。桑原が掴んで3アウトです。バッターボックス平。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、打ちました。セカンド取った。セカンドホースアウト。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い切って攻めて真ん中打ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。いやー、甘いボールでヒヤッとしましたけど助かりましたね。そうですね。引っ張った。ライト線へ打球伸びる。ここは外野へのフライ。
ライト掴んでワンアウト。バッターは3番平。今日は盗塁を決めています。ワンアウトランナーありません。さあ守護神山崎がジャイアンツ打線の前に立ちはだかります。里崎さん、この場面での登板となります。豪快なスイング打ちました。ライトへ打球伸びる。しかしこれは追いつくか。 DeNA ベイスターズ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、横浜スタジアムには大観衆が詰めかけています。バッターボックス平、ツーアウトになっています。マウンド上東、そしてキャッチャーは前川。この場引っ張った中川、判定はアウト。スリーアウトチェンジです。打順は3番平。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。2球目打ちました。ヒットになった。センター弾く。それを拾って、これで10試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。いやー、コースは良かったんですけどね。さあ、そして打席には平入ります。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。ここはしっかりしのいで反撃を待ちたいですね。なるほど、そうですよね。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。このピンチ見逃しです。打席には3番バッター平。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。そうですね。ツーアウトになっています。引っ張った、取りました。一塁アウト、スリーアウトです。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。 DeNA ベイスターズは好天に恵まれましたマツダズームズームスタジアム広島。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。初球打ちファウルになります。ノーボールワンストライクです。ボールになります。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。痛烈、これはスタンド、切りました。ファールボールです。2ボール2ストライクです。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。ショートが構えます。田中が掴んで2アウト。回は4回の表に入っています。ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。平バッターボックスに入ります。初球打ち、この打球はファールグラウンドへ、わずかに右に切りました。ファールボール、いいところへ決まります。ノーボールツーストライクです。
スライダー外れます。引っ張った、これはどうか、セカンドが取る、アウト、ワンアウト。バッターボックスには3番平、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。矢崎、まずは先頭バッターを打ち取っています。スライダー外れます。ボール先行です。3球目外れました。ストライクが入りません。ここは1球見ました。引っ張った、ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。カープここで3番バッター平、カープ連続安打でランナーを背負っています。連打を浴びてますんで、ここでインサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる、下鶴が抑えて3アウトチェンジです。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。試合を制したのは広島東洋カープです。小宮山さん、最後はい雨がグラウンドを濡らします。マツダズームズームスタジオ、バッターは3番平、今シーズンここまでホームランは33本、デッドボールのランナーが出ています。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。3球目見送っています。ボール、併殺狙い、インコースに攻めてきました。アウトコース外れます。スリーボールツーストライク、打ちました、これはどうだ、二塁へ、二塁アウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。バッターボックスは3番平、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。引っ張った、おっとこれを掴んだ、ツーアウトランナー一塁。バッターボックス平、さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。インサイド落ちました、これはどうか、菊池、一塁アウトで3アウトチェンジです。バッターは3番平、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。最初は変化球持ってきました、ストライクです。外れましたか、いいボールでしたけどね。はい、低めわずかに外れてボール。インサイド弾き返した打球はライトへ、鈴木が掴んで3アウトです。カープ痛い敗戦となってしまいました。赤星さん、よく晴れた天気になりました。マツダズーム、打順は3番平、フォアボールのランナーが出ています。マウンド上のピッチャーは戸上、そしてキャッチャーは初球打ち、ファウルになります。低めへの変化球は決まりません。
変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。カープピンチになりました。ワン里崎さん、立ち上がりに攻められてしまいました。今日は本調子ではなさそうに見えますが、いかがでしょうか。まあただベンチとしては最低5回までは投げてほしいと思ってるでしょうね。そうですよね。低め見送っています。ボール先行です。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。打順は3番平。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。今日の先発ピッチャーはカープが戸亀、そしてジャイアンツがボルシンガー、この2人の投げ合いとなっています。内へのボール外れました。さあ4球目は何か。引っ張った。これはどうだ。一二塁間を破る。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。ここはうまく引っ張られてしまいました。打席には3番バッター平。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。床田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。いいボールですね。アウトコースのストレート、力があります。149キロ。打ちました。菊池アウト。2アウト。カープが見事勝利を収めました。里崎さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうか。まあそうですね。今日は理想的。各チームのスターが集う夢の球宴オールスターゲームが今日から開幕です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、今年も球界を代表する素晴らしい選手たちが選ばれました。オールスターというのは選手にとってどんな意味があるんですか。シーズン中ですからね、気を抜くわけではないんですけれども、一つ楽しみな試合ですよね。そうですね。超満員のお客さんが詰める。さあオールセントラル、一打先制のチャンスです。まずは先制して主導権を握りたいですね。そうですよね。そしてこういう場面で打ってくれるバッターですから、ファンも期待しているでしょうね。はい。さあこのチャンスをどうものにしていくのか。うちのボール打った。さあいい当たりになった。ここはフライになっています。掴んでスリーアウト。先制することはできませんでした。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。これから4回の裏、オールセントラルの攻撃。バッターは平。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、ライトフライに倒れています。低
バッター山川、一塁そのまま入ってアウト。バッターは4番平良。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。オールセントラル同点のランナーが出ています。一塁はセーフ。初球は何から入ってくるか。初球ヒー、弾き返した打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。さあそしてバッターボックスには平良入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ一打同点のチャンス、まあ終盤ですからね、このチャンスを生かせるかどうか大きいと思いますよ。なるほど、そうですね。まず際どいコースをついてきました。さあ2球目は何か。外の低め見極めます。ライトへ、これは大きいぞ。入れば逆転、フェンスダイレクト。ボールは中継、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは三塁到達。オールセントラル追いつきました。3対3、振り出しに戻りました。期待を裏切らないバッティングでした。ここで同点にします。こういうバッティングができるところが素晴らしいですよね。果たしてこのままリードを取る展開へと持っていけるんでしょうか。試合を制したのはオールセントラルです。さてオールスターゲーム初戦が終わりました。さすがプロというプレーが随時。夢の球宴オールスターはスタジアムを移動して第2戦が行われます。解説2回になります。オールセントラルの攻撃、4番バッター平良。オールパシフィック得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあバッターもまだ様子見ている段階でしょうからね、2巡目以降どう抑えていくかでしょうね。なるほど、さあここからどう抑えていくかも注目です。ここは落としてきました。3ボール2ストライクです。見逃し三振、まず一つアウトを取りました。打席には4番バッター平良。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。ワンアウトランナーなし。いやー、まさにコーナーギリギリですよね。インローへキレのある変化球が決まっています。変化球で打順は4番平良。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席、ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。2球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。1点返しました。オール警戒していた相手ですが、タイムリーが出て点差。バッターボックスは4番平良。オールパシフィックこの回3点を失っています。さあ試合を振り出しに戻され、なおも一打勝ち越しという局面。タッチもセーフ。
やはりこういう場面では安易にストライクから入れませんよね。なるほど、そうですか。外の高め振っていきます。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。次が勝負ですね。はい、ご覧いただきましょう。連続三振で勝ち越しは。オールパシフィックが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。好天に恵まれました神宮球場です。打席には3番バッター平、ツーアウトランナーありません。マウンド上風張り、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。ボールになります。ボール先行です。膝元への変化球、スライダー空振り、ツーボールツーストライクです。高めのボール打ちました。打球はレフトへ。最後はレフトフライ、掴んでスリーアウトです。バッターボックスには3番平、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。風張り、まずは先頭バッターインサイド打ち上げました。打球はライトへ。ライト掴んでツーアウト。今日はボールが多く苦しいピッチング。神宮球場からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。平バッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトフライに倒れています。スワローズリードで迎える6回です。さあ、打ちました。ライトへ打球伸びる。この打球はフライになっています。ライトが取りました。ワンアウトです。3番バッター平、今日はまだ当たりがありません。フォアボールのランナーが出ています。インサイド打った。セカンド正面掴んだ。二塁アウト。ダブルプレイ、チェンジです。先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。ヤクルトスワローズが僅差で勝利を収めました。連敗を3で止めています。照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。バッターボックスには3番平、昨日のゲームでは無安打に終わっています。ツーアウトランナーありません。先発ピッチャー岩下、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。これはバットが泳ぎます。次が4球目。引っ張った。この当たりはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。神岡抑えてスリーアウト、チェンジです。バッターボックスは3番平、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。はい、そうですね。ツーアウトランナーありません。インサイド落ちました。ファウルになります。変化球空振り。
さあそして打席には平入ります。さあ2アウトにはなりましたが得点圏にはランナーが残っています。まあここはこのまましのぎ切って味方の反撃を待ちたいですよね。なるほどそうですよね。これは変化球。バッターの平今シーズンの得点圏打率は3割2分8厘となっています。フォアボールのランナーを出しました。まあ怖いバッターなんで警戒した結果なんでしょう。バッターボックス平前の打席ではフォアボールを選んでいます。フォアボールのランナーが出ています。肩が強いキャッチャーなんでランナーはちょっと慎重になるでしょうね。なるほどそうですね。牽制セーフ。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。気になる攻撃です。走ってきたキャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。ランナーの進塁を許しませんでした。まあ本当いい形してますよね。これから里崎さんビハインドで迎えた最終回です。どのようなピッチングを期待されますか。もうとにかく最後までしっかり抑えてもらいたいですね。打ちました。セカンドが取る。アウト。ワンアウト。ヤクルトスワローズ痛い敗戦となってしまいました。結局打線は照明に火が灯りました。ナイトゲームまもなくスタートです。神宮球場この平ここ5試合で打率が2割を切っていますがバッティングの調子はどうなんでしょう。はいちょっと調子を崩してますね。何かきっかけになるような一本が欲しいところですね。なるほど今日の調子はどうなんでしょうか。改めてお聞きします。バッターの平どういうバッターなんでしょうか。まあ、率も残せて大きいのも打てるパワーとテクニックを併せ持ったバッターですね。ああそうですか。外の球外れています。低めの変化球は外れました。引っ張った。大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてライト線を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは三塁到達。ツーアウトランナー三塁。ランナーを背負ってのピッチングになります。まあここはねバッターに集中してね、まあ、ランナーは気にしない方がいいですね。ここはさすがというバッティングをされました。うまく打ち返されています。ちょっと慎重になりすぎましたかね。まあここで攻撃の流れを切っておきたいところなんですよね。まあただチャンスに強いバッターが相手ですからね。初球の入りは気をつけた方がいいでしょうね。そうですね。さあ気をつけていきたい平バッターボックスです。打ちました。これはどうか。右中間真ん中破りました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。ジャイアンツ1点追加します。右中間へ。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪う。バッターは3番平。まあスワローズバッテリーとしてはもう1点もやれない状況ですからね。しっかり抑えて反撃を引っ張った。村上一塁アウトで3アウトチェンジです。さあスワローズ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここで点が入ると流れが悪くなるかもしれませんからバッテリーを落ち着いて対処したいですね。そうですよね。
まあピッチャーの彼がこういった状況でよく打たれることがありますか。打ちました。これはどうか。破りました。センター前。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。センター前のタイムリーヒット。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。今日はバッティング絶好調。この打席でホームランが出ればサイクル安打達成となります。まあホームランはね打てる人と打てない人がいますから、打てる人は狙ってもいいと思いますね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。打った。高く上がった。センターバック、センターバックする。スタンドには届きません。今日2本目のツーベースヒット。ワンアウトランナー2塁。今日はバッティング絶好調。この打席でホームランが出ればサイクル安打達成となります。初球ボール。インサイド弾き返した打球はライトへ。飛距離はありますが守備範囲内か。ライトが取りました。残念ながらヤクルトスワローズ敗れてしまいました。西さん、両チームよく打ちましたが最後は力勝負に敗れてしまった。東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦読み。クリーンナップが登場します。バッター平。前回のゲームでは4安打を記録しています。当たってましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。ジャイアンツ同点のランナーが出ています。一塁はセーフ。次が2球目。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ジャイアンツチャンスになりました。ワンアウトランナー2塁。さあジャイアンツ得点圏にランナーを置いています。追いかける展開になってますから少しでも早く差を詰めておきたいですね。なるほど。そうですね。さあこのチャンスをどう生かす。いい当たり。ぐんぐん伸びる。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーサードキャンパスを蹴った。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ1点返します。期待を裏切らないバッティングでした。点差を縮めます。まあそうですね。ここで こちらが先ほどの配球になります。インサイド落ちました。さあどうだ。このフライはどうだ。落ちるか。フワの抑えてワンアウト。さあそしてバッターボックスには平入っています。さあチャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんからもっと点を取っておきたいですよね。なるほど。そうライトへ。
これはどうか、この打球はフライになっています。ライトフライ掴んでアウト、ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。打順は3番平、先ほどの打席はライトフライに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。打ちました、取った、セカンド送球、セカンドホースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。試合を制したのは読売ジャイアンツです。里崎さん、今日はピッチャーは打線に、東京ドームには大観衆が詰めかけています。セリーグ バッターは3番の平、昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。いいところで打って、勝負強いところ、打ちました、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が伸びて入った、ホームラン、先制ホームランです。ジャイアンツ、このホームラン、鮮やかなホームランを見せてくれました。ご覧いただいています、うまく捉えたバッティングです。いい結果になりましたよね。いきなりのホームラン、あっという間に先制点が入りました。打席には3番バッター平、先ほどの打席でソロホームランを放っています。エラーでランナーが出ています。切れました、ファールボール、インサイド落ちました、これセンターに抜けました。これで3試合連続のマルチヒット、ワンナウ。さあ、そして打席には平入ります。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ、ここで点差を広げると、さらに相手チームにプレッシャーをかけられますからね。なるほど、そうですよね。さあ、そしてバッターボックスには平入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、追加点のチャンスです。ここでさらに追加点を取って、相手にプレッシャーを与えたいですね。なるほど、そうですね。バッターボックスの平、今シーズン得点圏での打率は3割4分1厘となっています。いやー、かなり打ってますよね。空振り三振、前にボール、バッターボックスには3番平、今日はホームランを放っています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じ、引っ張った、これは一二塁間を破る、これで2試合連続の猛打賞、ノーアウト。試合を制したのは読売ジャイアンツです。これで連勝は4となりました。東京ドームには大観衆が詰めかけています。3番バッター平、ここ3試合連続で複数安打を放っています。打撃好調です。打撃好調ですよね。状態がいいんでしょうね。さあ、今日も打つことができるんでしょうか。2アウトランナーありません。マウンド上のピッチャーは関口。インサイド落ちました、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切れました、ファールボールです。これはバット出ず。3番バッター平、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席見逃しての三振は良くないですよね。はい、今度は積極的にいって、
飛びついて掴んだ、アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。ご覧いただきましょう。このダイビングキャッチ、ファインプレーに阻まれました。バッターボックスは3番平。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。打った、伸びていく、どうだ、入れば勝ち越し、ライト見送った、勝ち越しのホームランです。ジャイアンツ、試合の流れをぐっと頼りになる男がやってくれました。この回1点リードに変わります。今のバッティングご覧いただきましょう。いや、先ほどは期待に応える見事、ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。打ちました、取った、二塁送球、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまい、ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。これで5連勝ということになります。東京ドームからお伝えしてまいります。バッターボックスは3番平。前回のゲームでは見事なホームランを放ちました。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。そうですね。さあ、ここも期待がかかります。ゲッツー崩れでランナーは残っています。マウンド上、中村、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。仕掛けていったんですがスチール成功とはなりませんでした。いやー、これは残念でしたね。外は入っています。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。外れてフォアボール。ツーアウトから先制のランナーを出していきます。バッターボックス平、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。際どいコースに送ってストライク。変化球ボールになります。打った、これはどうだ、センターへ抜ける。これで5試合連続安打。ツーアウトランナー。バッターは3番平。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。インサイド落ちました、これはどうか、センターに抜ける。これでマルチヒット、ワンアウトランナー1塁です。打順は3番平。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、当たってますね。この調子だと猛打賞も行くでしょうね。さあ、ここも打っていけるか。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここは盗塁するならキャッチャーの肩を計算に入れないといけませんね。なるほど、そうですね。さあ、球か、打席には3番バッター平。今日は2つのフォアボールを選んでいます。ツーアウトになっています。引っ張った、これファーストの横抜けました。これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー。ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。日さん、結局最後まで、
東京ドームです。セリーグ公式戦読み。さあ、そして打席には平入ります。さあ、追加点の欲しい場面、まあ、早いうちから点差があると楽になりますから、ここも期待したいですね。なるほど、そうですよね。インサイド落ちました。ファウルになります。バッターの平、今シーズンの得点圏打率は3割3分7厘となっています。さすがクリーンナップですね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。ああ、そうですか。空振り三振。バッターボックスには3番平。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。戸亀、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。3球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ここはセンターが抑えています。2アウトです。3番バッター平、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね。初球打ち、このフライは切れそうだ。入れました、ファウルボール。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、重中打ちました。打球はライトへ、ライト掴んでワンアウト。8回の裏、ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンアップから始まります。バッターは平、今日はまだ当たりがありません。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあ、2球目打ちました。ヒットになった。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。今日は見事な完封で白星を挙げました。ジャイアンツが相手打線を完璧に抑えて勝利します。東京ドームです。セリーグ公式戦読売。バッターボックス平、フォアボールのランナーが出ています。さあ、まず1球目。まあ、ここは長打を警戒して低め低めで来るでしょうね。打ちました。セカンド取った。セカンドホースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。平、バッターボックスに入ります。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ジャイアンツビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ、赤星さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。そうですね。まあ、この辺りから詰めていかないとだんだん後がなくなってきますからね。ここは得点が欲しいですね。まあ、そして勝負強いバッターに回りましたから、非常に期待がかかりますね。その期待に応えてほしい平、バッターボックスです。バッターボックスの平、今シーズン得点圏での打率は3割3分3厘となっています。さすがクリーンナップだけあっていい数字ですよね。インサイド打ち上げました。高い打球センターへ。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。さあ、ご覧ください、先ほどのプレーになります。バッターボックスは3番平、今日はまだ当たりがありません。前の打席はいい当たりだったんですけどね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。ここは続けていきたいですね。まあ、彼は勝負強いバッターですから、チームとしてはここで得点しておきたいですよね。このチャンスに期待がかかる平、打席に入っています。これはちょっと手が出ません。すぐに追い込みました。
釣り玉、しかし誘いには乗りません。151キロ、外れていきます。平行カウント、外の球打った、セカンド取った、一塁アウト、これで3アウト、試合終了です。一打同点のチャンスでしたが追いつくことはできませんでした。ジャイアンツ痛い敗戦と。小雨がぱらつく甲子園球場。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、やはり長打は避けたいですから高めを少し見せつつも要所は低めを攻め、打った、センターに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガースピンチになりました。バッターボックス平、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。いやまさにコーナーギリギリですよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク、ノーボールツーストライク。まあここは自信のある球をボール気味に投げ込めばいいですね。はい、これはどうか、木浪アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。さあそしてバッターボックスには平入っています。さあ追加点は許したくないところ、まあ、こういう場面で失点すると後に響きますから、丁寧なピッチングを心がけたいですね。なるほど、そうですね。打ちました、ショート取った、一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジです。バッターは3番平、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトランナーありません。引っ張った、取りました、一塁アウトで3アウトチェンジです。打順は3番平、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。内への変化球は決まりません。打ちました、取った、二塁を送ります。二塁アウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。残念ながらタイガース敗れてしまいました。赤星さん、打線の甲子園球場には大観衆が詰めかけています。バッターは3番平、ワンアウトになっています。先発ピッチャー広橋、そしてキャッチャーは梅野、打ちました、セカンド取った、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。先ほどのプレーです、見事ダブルプレーに仕留めました。4回の表、ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは平、先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺、初球打ち、これはファウルになりそうです。わずかに右に切りました、ファールボール。アウトロー外れます。引っ張った、
ファーストが取る。アウト、ワンアウトです。打席には3番バッター平。タイガース連打でランナーを増やしています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ同点のランナーを背負ったこの場面です。このストレートは外れています。ここはボール気味のインハイストレートを投げれば空振りでしょう。インサイド打った、セカンドの左抑えた、二塁フォースアウト。サードランナーがホームに帰ってきました。ジャイアンツ同点。バッターボックスには3番平。先ほどの打席で同点となる打点を挙げています。タイガース継投で逃げ切りを図りましたが、この回追いつかれています。もう一球牽制球、一塁はセーフ。まずはアウトコース。いや、ツーシームから入ってきましたね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。3球目は何で来るか。空振り。だいぶバットとボールが離れていました。一塁ランナーを気にします。タッチもセーフ。低め打った、抜けていった、ライト前ヒット。これで3連打。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッグ。小宮山さん、巻き返しを図るためにもここはぜひ無失点での投球が要求されますよね。これはね、もう本当にバッターにバッティングをさせないような、そんなピッチングをしてもらいたいですね。そんな確かに気迫のこもったピッチング。引っ張った、原口、一塁そのまま入ってアウト。残念ながらタイガース敗れてしまいました。赤星さん、打線の奮起を。照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。さあそして打席には平入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、まだピンチは出していません。まあやはり先制されるのは避けたいですから、しっかり集中したいですよね。なるほど、そうですよね。低めにズバッと決まりました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。カットボール、ここは見ます。5球目は何で来るか。打ちました、木浪、一塁送球、ツーアウトになりました。3番バッター平、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナー引っ張った、取った、二塁へ、二塁アウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。バッターボックスは3番平。先ほどの打席はファーストゴロ、併殺打となってしまいました。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド落ちました、これは破りました、センター前。これで3試合連続安打、ワンアウトランナー。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。インサイド、打球はセンターへ、ここは打ち上げています。センターが取りました。さあそしてバッターボックスには平入っています。まあ嫌なバッターが続きますけど、集中を切らさずにいってほしいですよね。さあピンチは続いています。ここは勝負どころですね。ここでリードを守りきれば勝利も見えてきますからね。なるほど、そうですね。ストライクを取ってこれで追い込んだ。
これでフルカウント。バッターの平、今シーズンの得点圏打率は3割。うちのボール打った、大きいぞ。最後は外野フライ、掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。見事1点差を守りきりました。タイガースが僅差で勝利を収めました。名古屋ドームです。打順は3番平、2アウトになっています。今日の先発ピッチャーは藤島、ここまで7勝。インサイド打ち上げました、ライトへ打球伸びる、最後はライトフライ、掴んで3アウトです。さあドラゴンズ、同点のランナーを背負った場面です。こういった序盤の攻防は後々効いてきますからね、しっかり抑えたいですよ。そうですよね。まあただちょっと嫌なバッターが、これはどうか、ファールゾーン切れそうです。切れました、ファウル。フェアならば同点かというところでした。いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに、ストレート打った、抜けた、セカンドランナー帰れば同点、同点のランナーが三塁を回った、セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ追いつきました。バッテリーは警戒していたはずですが、ここで同点打を浴びます。今画面に出ているのが先ほどの配球です。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。初球打ち、この辺りはどうか、打球を追っているが、これはどうだ、ライトが取りました、2アウトです。さあドラゴンズ、ここで長打力のあるバッターを迎えています。ホームランも警戒しないといけないバッターですね。なるほど、そうですね。まあそしてこういう展開で乗せたくないバッターが相手なんで、ここでライト線、大きいぞ、打球を追っているが、これはヒットになりそうだ、深いところフェアになった、中継にボールが送られる、サードランナーホームイン、ジャイアンツ同点、4対。警戒はしていた相手なんですが、この場面で同点打を浴びてしまいました。ここで踏ん張れたらいいんですけど、ここで追いつかれました、同点です。こちらが先ほどの配球になります。高め打ちました、これはスタンドへ入りそうです。切れました、ファールボールです。ボールカウントはワンストライクです。インサイド落ちました、これはどうか、センターに抜けました、これで3安打猛打賞、2アウトランナー。残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。小宮山さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま。名古屋ドームからお伝えしてまいります。セリーグ、3番
打席には3番バッター平。昨日は猛打賞を記録しています。当たってましたよね。バットが惚れてましたからね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ドラゴンズ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから。それはバッターボックス平。まあドラゴンズバッテリーとしてはもう1点もやれない状況ですからね、しっかり抑えて反撃を待ちたいですね。はい。さあどういうピッチングをしてくるのか。高め打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで5試合連続安打。ワンアウトランナー3。さあそして打席には平入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはしっかりしのいで反撃を待ちたいですね。なるほど、そうですよね。外低めの球、ストライクを先行させていきます。追い込みました。バッターボックスの平、今シーズン得点圏での打率は3割3分3厘となっています。これは見送ってボール。粘られてフルカウントになります。インサイド落ちました。これは取った。二塁へ送球、アウト。サードランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。バッターは3番平。先ほどの打席で打点を挙げています。ヒットでランナーを1塁に置いています。2球目は何で来るか。空振りになります。あっという間に2ストライクです。打ちました。右中間に強い打球。これはどうか。右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット。打順は3番平。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。2アウトになっています。ファウルです。打ちました。これは大きい。伸びていく。変化球を打っていきましたが最後はセンターフライ。掴んで3。残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となった。名古屋ドームです。セリーグ公式戦中日、今日1500本安打のかかるバッター平、5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。このところ状態はいいようですね。期待しましょう。打ちました。セカンド取る。一塁アウト。スリーアウトです。1回の裏ドラゴンズの攻撃です。強打が2球目打ちました。坂本抑えてワン。バッターボックスには打ちました。いい打球だ。センターに大きな打球。伸びていく。どうだどうだ。フェンス直撃。バッターランナーは二塁まで進みました。チャンスを。バッターの福田、今シーズンの得点圏打率は3割2分9厘となっています。痛烈。ショートうまくさばいて一塁送球。アウト。2アウト。ドラゴンズ1点を先制しました。バッターは打ちました。レフトに上がった。これはフェンスの手前。
レフトが取りました。さあ一塁、ここはバントを警戒する守備体制ですね。変化球空振り、打ちました。坂本一塁送球します。一塁アウトでスリーアウト。ここは慎重にいきたいところですね。まあそしてこのバッターはチャンスに強いですから配球には十分注意が必要だと思いますね。そのライト線へ持っていった、大きな打球だ。ポール際切れました。入っていれば勝ち越しというところでした。うちのボール打った、この当たりはどうか、取った、ボールは中継、ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには7番桑田。ストレートのフォアボールになりました。バッターボックスの加藤、今シーズン得点圏での打率は1割9分2厘。左中間へ持っていった、大きな打球だ。大きな当たりが外野を襲っている、綺麗に破っていった。中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン、ドラゴンズ追いつきました。さあ同点にしたシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。いい形、空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。三振で攻撃を終えました。打席には3番バッター平、先ほどの打席はライトフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね。打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切れました。ファウルボール、スライダーで空振りを奪っています。ワンボールツーストライクです。打ちました、伸びていく、どうだ、入れば勝ち越し、入りました、ホームラン、勝ち越しのホームランです。ジャイアンツ、これがチーム2本目のホームラン。追い込んでからの変化球でしたが、しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。この回1点ビハインドに変わります。ライトスタンド、バッターボックスアルモンテ、引っ張った、高いバウンド、ファーストを取った、アウト、ワンアウト。これは進塁打になりました。バッターの平田、今シーズンの得点圏打率は3割3分3厘。外の球打った、高いバウンドになった、ファースト取った、一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。改めてお聞きしますが、バッターの福田、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあ、そバーッと当ててしまいました、デッドボール。外の球打った、センター前抜けていく、ボールは中継、サードランナーがホームに帰っていきました。ドラゴンズ同点、期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで同点です。真ん中打った、セカンドよく取った、アウト。これはビッグプレー、ご覧いただきましょう。抜けようかという当たりだったんですが、この守備に阻まれてしまいました。抜けたと思ったんですけどね。さあ勝ち越し、まあ送球がうまいキャッチャーですから、ランナーは走りにくいでしょうね。なるほど、そうです。打ちました、掴んでツーアウトです。現在のピッチャーの状態、まだ100、打順は1番に回、さあ外してくるのか。打ちました、セカンド取った、一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウト。さあバッターは平、通算安打は現在1499本、この打席で1500本を狙います。ちょっとカウント苦しくなっています。ストレート打った、ショートが抑えた、一塁へ、一塁アウト、これでスリーアウト。バッターボックスには3番平、今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。こ
ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。ここは二塁への進塁を許しません。まあよくこの俊足のランナーを刺しましたよね。打った、高く上がった、ライトが下がっていく、下がっていく、突き刺さった、ソロホームランが出ました。これが1500本目のヒットとなるホームラン。高めに浮いてしまったストレート、前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。5対3。バッターの狙いとは逆のインサイドに投げたんですが、うまくさばかれましたね。さあ通算1500本安打の達成に対して、この大きな歓声が皆さんにも届いているでしょうか。西さん、見せてくれましたね。うん、まあでもね、あっという間にここまで来たという感じですよね。いや素晴らしいですよね。はい、これも日々の練習、経験の積み重ねということなんでしょう。さあドラゴンズ重要な場面を迎えています。バッターボックスのアルモンテ、今シーズン得点圏での打率は2割9分5厘。空振り三振、前にボールを飛ばせません。真ん中打った、高いバウンド、ショート取った、一塁送球アウト、これで3アウト、試合終了。惜しくもあと一歩及びませんでした。ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。西さん、やはりチーム状態があまり良くないんでしょうかね。そうですね、まあ元気がないですよね。もうちょっとね、頑張ってほしいなと思います。そうですね、ぜひ切り替えてほしいですね。バッタージャイアンツ接戦